こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日は2022年に作ったぜひ見てほしいフォトショップについての動画を5つシェアしていこうと思います。2022年ももうすぐ終わってしまうので、今年出した動画で好評だったもの、そしてぜひ見てほしい動画を5つざっと紹介していこうと思います。初心者向けの動画から少しテクニックの必要な内容の動画もあるので、詳しく動画の内容を知りたいという人はこの動画の下にあるもっと見るというボタンをクリックした概要欄のところに URL を貼っておくので、ぜひそちらからチェックしてみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではやっていこうと思います。では1本目が初心者向けフォトショップ入門講座です。この動画は Adobe とコラボさせていただいた動画で3本立てになっています。実は Adobe のホームページのフォトショップのチュートリアルというところのフォトショップ初心者向けとして動画と一緒に私たちが書いた記事も載せていただいています。フォトショップを始めるのに少し躊躇している人にとって、軽くフォトショップはこうやって使うんだというのが分かったり、使ってみるのが楽しそうと思える動画になっているかなと思います。で、この動画は初心者向けになっていますが、初心者向けは初心者向けであっても、学び方は人それぞれスタイルが違うと思います。まあ、基礎から解説を理解して学ぶスタイル、あとは手を動かしながら学ぶスタイルなど、たくさんあると思います。で、この3本立ての動画ではどの要素も入っていて、基礎の解説も学びつつ、手を動かしつつ Photoshop を操作していけるかなと思います。で、1本目は Photoshop で何ができるか、そして Photoshop を開くまでの方法を見ています。そして2本目は Photoshop の画面の見方や使い方など解説してます。そして3本目は Photoshop の基本で作品作りでは欠かせないレイヤーとレイヤーマスクについて解説しています。なので、フォトショップに興味はあるけど、やれるか不安だったり、やろうか悩んでいる方は、ぜひこの3本の動画を見て、なんとなくフォトショップの使い方を見てから決めるのもいいかなと思います。では2本目がフォトショップの基本の動画です。この動画では、レイヤー、ツール、フィルターの3つの基礎について説明しています。先ほどの初心者向けフォトショップ入門講座の動画にも似ていますが、こちらの動画ではフォトショップを使い始めた方向けの動画になっています。フォトショップで大事なレイヤー、ツール、フィルターはどんな役割があって、どういうふうに使うのかをざっと見ていきます。レイヤーではレイヤーを重ねて何か作品を作ることや、レイヤーマスクなどを使って進めていくことを見ていきます。そしてツールでは、レイヤーに対して何かツールを使っていったりします。そしてフィルターでは、レイヤーに対して何かボケなど加えたり、ノイズだったりを加えたりしていくことができます。なので、フォトショップで何か作るときに、ざっくりとした流れを見つつ、フォトショップの画面で、ここはこういうことができるというのがわかるかなと思います。フォトショップは始めたけど、どういう流れで一つの作品を作るんだろうという疑問などを持っている人は、ぜひ見てほしい動画になっています。で、3本目が Photoshop の本も出しますという動画です。こちらの動画は私たちが書籍を書きましたという動画なのですが、動画を出す時までかなり緊張していました。もうありがたいことに、発売すぐに重版が決まって、たくさんの方に見ていただけるのが本当に嬉しい限りです。で、こちらの独学フォトショップという本は、先ほどの3つの力のレイヤー、ツール、フィルターを元にして学ぶということがまとまった一冊になっています。初心者の方で順番に一つずつ進めたいという時に読んでもらえたらと思って書いたので、フォトショップを始めたけどどこから学べばいいかわからないという人は、ぜひ動画を見て自分に合いそうと思った人はぜひ本を見てみてください。もう本を書くのは想像以上に大変で、そのこともこの動画の中で話していますが、改めて完成してよかったなと思います。コメントや DM でメッセージをしてくださった皆さん、あと Amazon や楽天でレビューをしてくださった皆さん、本当にありがとうございます。で、4本目にぜひ見てほしい動画が、やってはいけない気をつけたいこと5選です。 Photoshop では結果は同じなのに、何通りもやり方があるということがよくあります。例えば切り抜きをするにしても、消しゴムで消す方法もあるし、レイヤーマスクを使うやり方もあります。結果は両方同じだとしても、後からやり直すときに便利なのはレイヤーマスクというふうに、同じ結果だけどこっちの方が後々楽だよというものがあります。
そのように後から考えた時にこっちの方が楽だから事前に別のやり方を選ばないように注意しよう、気をつけようという動画になっています。フォトショップの使い方などに慣れてきた頃にこの動画を見ていただければ後から後悔することもなくなるはずです。まあ、フォトショップの初心者の方には少し難しい話になるかもしれませんが、事前にやってはいけないこと、気をつけたいことを知っておいて頭の片隅に入れておくといいかなと思います。では5つ目のぜひ見てほしい動画が7選です。フォトショップでは何を切り抜くかによって使うツールややり方など違ってきます。でこの切り抜く7選の動画ではこういう写真を切り抜くにはこのやり方が最適だよというのを説明しつつやり方も解説しています。例えば背景がシンプルで被写体もくっきりしていればオブジェクト選択ツールのオブジェクトファインダーで切り抜く。で物をぼかさずくっきりはっきり切り抜きたいときはペンツールで切り抜くなど、切り抜くものや写真に合わせて切り抜きのやり方を変える必要があります。切り抜きをしたいけどどのやり方でやればいいかわからないという時にこの動画を見て自分が切り抜きたいものに合わせて切り抜きのやり方を決めてみてください。はい、今回は2022年に作った好評だった動画、そしてぜひ見てほしい動画を5つシェアしてきました。まあ、これ以外にも Photoshop 100選の動画や、あと Adobe Max に出ますという動画にも結構気合を入れて作ったので、まあ、お時間ある方はぜひそちらもチェックしてみてください。もう今年は本を出させていただいたり、Adobe Max に出演させていただいたり、CC 道場にも出演させていただいたり、もういろんな経験をさせていただきました。これも見てくださる皆さんのおかげなので、本当に感謝しかありません。本当にどうもありがとうございました。もう2023年もバチバチやっていくので、ぜひこれからもよろしくお願いします。でもしこんな動画見たい、こんな動画出してほしいというリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。2023年もフォトショップ楽しもうと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。2022年も本当にありがとうございました。では良いお年をお迎えください。ではフォトショップじゃないや、フォトショップで写真に、フォトショップでシェイプに写真、フォトショップでシェイプの写真で細かいところは、まあ、どうしてもぬ簡単な切り抜き、この空いているボボはい、今回はフォトショップを作っちょっとしょちょちょっと